皆さんこんにちは。So sweet, so happy。 和菓子で世界を幸せにしたい和菓子職人アキラです。ハッピーバレンタインデー。今日は男性の方はドキドキする日かもわかりません。僕も実はバレンタインのプレゼント、をもらいまして、従業員の方に、健康に気をつけろということでチョコレートではなくてヨガマットをプレゼントしていただきました。どうもありがとうございます。はい、動画の最後にはまた和菓子クイズをやりたいと思いますので、ぜひ最後まで見てください。で、今日はバレンタインの上生菓子を一品だけ作っていきたいと思います。僕の経歴はこちらです。それと、もし和菓子に興味のある方いらっしゃいましたら、登録していただけるとすごく嬉しいです。よろしくお願いします。今日はキントンを作っていきたいと思います。これはね、キントン部類と言います。ちなみにね、商品を作るときは、もちろん手袋をしてますし、このキントン部類も金属のもの、殺菌できるようなものを今は使っております。でもね、昔はこういうのを使ってましたので、ちょっと雰囲気出るのでね、このキントン部類使っていきたいと思います。アンキントンしていきたいと思います。盛り付けて、こし出します。キントン箸を使います。はい、こういう風に植え付けていきます。バランスよくね、植え付けていきます。キントンのね、あんこが立つように植え付けていきたいと思います。あと水色とね、白のバランスがいいようにやっていきたいと思います。練り切りです。はい、こういう風に紅白交互にして伸ばしていって、三つ折りにします。これを何回か繰り返すことによってグラデーションがかかってきますね。これは自作しました。ちっちゃいハートもあるので、いろいろバリエーションを変えて楽しんでください。はい、そうしましたらキントンに飾り付けて完成です。完成です。はい、どうもありがとうございます。今日はちょっとメイキング風な感じで動画を撮ってみました。いかがでしたか？はい、またね、ちょこちょことアップデートしていきたいと思いますので、ぜひまたご覧になってください。それでは和菓子クイズです。和菓子という言葉は実はそんなに古くないんですね。和菓子の歴史って1000年以上も続いたりして、1000年前からずっとこの言葉が使われてきたような気がするんですが、実は最近のことなんですね。いつぐらいから和菓子という言葉が生まれたのでしょうか。それまではね、単に菓子ということだったんですけど。はい、それでは一体いつから和菓子という言葉が使われるようになったのでしょう。1番、江戸時代。2番、明治。3番、昭和。4番、令和。答えは説明欄に書いておきます。次をお楽しみに。